広告エンターテインメントと VR 作業がビッグビジネスにつながる領域のお話を、これまでお送りしてきました。次はですね、趣向を変えてですね、2人のキャピタリストをお招きし、パネルディスカッションでお届けしたいと思います。グロービスキャピタル、キャピタルパートナーズパートナー、神谷慎一さん、そしてアンリジェネラルパートナー佐又アンリさんによる資金調達に関するお話です。こういった側面からのお話が、聞けても、VRC パートナーズの欲、ではないでしょうかということでね、それではよろしくお願いします。はい、あ、紹介も神谷さんはですね、幼稚園の頃からイギリスで生活し、そんな豆知識小学校で帰国という、帰国子女なんですね東大卒業後、外資系のコンサルティング会社を経験し、ハーバードで MBA をしています。佐又さんは学生時代から VC の仕事を志し、28歳独立系のベンチャーファンドアンリを立ち上げて、そのご活躍は楽しみです。この2人はズバリ日本の VR 企業の成長スピードが遅いと言われる背景をそれではお願いします。はい、ありがとうございます。この遅しい司会ですね、それがいきなりハードルが高いんですけど、どこから話していきましょうかね。ちょっとだいぶ経由が違う回でして、僕らベンチャーキャピタルっていう仕事をしてまして、なんとなくベンチャーキャピタルっていうところのことをご存知なかったら手を挙げていただきます。ありがとうございます。ちなみにじゃあすでに法人化してなんかベンチャーで人に慣れたいみたいにされてる方ってどれぐらいいらっしゃいますか？少数ですね。相談者の方が多いですね。ありがとうございます。相談者の方が生臭いと。はい、ですね、まあ、このセッションも多分一番お金の匂いの話です。なんか普段ですね、クリエイティブなものを考えている人はですね、まあ、こういうですね、お金のしか考えない人がいるんだなと思って話を聞いてもらえればいいかなと、思ってます。まず簡単に自己紹介からいきましょうか。ですね、簡単に自己紹介いただいて、なんかイギリスにいたとか変な話ではあったんですけど、まあ、なんでベンチャーキャピタルなのにこんなところに呼ばれてるかみたいな話で言うと、実は結構デザインとかすごい興味あって、留学中に100ドル PC とかクイックルワイパーとかリーボックのファームとかを作ったデザインコンティニューっていうアメリカの2番手のデザインファームでインターンしたり、日本にそこの会社を持ってこようとしたりみたいな感じで、まあ、デザインのコンテキストの中でクリエイティビティをどうやって企業の競争優位につなげるかみたいなすごい興味あって、今の仕事をしているっていう感じで、そのまず VC としてお金も供給するんですけれども、社外役員でその投資先に入っていって、まあ、いろいろアドバイスとか支援をする。特に自分が好きなのはそういうクリエイティビティをどう、まあ、ビジネスに生かすかみたいなところなんです。すごいこうクリエイティブが強い会社が好きで、例えば面白法人のタグラインのカヤックに投資をしていたりとか、あとは最近の投資先でいうとビーバーっていう動画のクラウド投資の会社に投資をしたり、あとはピクスタっていうストックフォト、素材写真、素材用の写真をマーケットプレスで販売しているところに投資をしていたりして、まあ、そういうところに興味があるっていうので、まあ、その延長線上で VR みたいな感じでお声がかかっているという感じです。で、アンディさんとのちょっと違いみたいなところっていうと、僕らグロービスキャピタルパートナーズ、今まで、ファンド4本、累計500億円ぐらいのファンドを運用していて、今のファンドの規模も115億円とかなんで、世の中でいうシリーズ A 以降、アーリーステージ以降みたいなところに投資をしています。投資金額が、1億円から10億円みたいな感じなんで、まあ、チームがもういて、ある程度プロダクトは出ていて、ユーザーも次始めているよっていう段階に投資をするっていうのが、僕らのストライクゾーンという感じです。に対してアンリさんはもうちょっと早いタイミングで入っていきます。はい、佐又アンリさん、改めましてよろしくお願いします。ベンチャーキャピタルって仕事いろいろあるんですけど、高宮さんのお仕事が比較的、シリーズ A とか、B とか言われる、まあ、その企業がすごく大きくなってきて、まあ、上場をいよいよ本格的に目指しますとかいう時期のベンチャーキャピタルに対して、僕は創業期に出資をする、いわゆるシードのベンチャーキャピタルと、どれくらいシードかっていうと、多分ハコス
ができた直後ですかね。3ヶ月後で、なんとなくタコスコが売れたから会社にしようと思うんだよねみたいな相談来た時に、じゃあ出しますみたいな感じで、ですね、その時何をやる会社かよく分かってなくて、藤井先生とは多分6年ぐらい付き合ってなんか面白そうだからお金出しますみたいな、割とこういう雑な投資をする仕事と、もうちょっとマーケットを俯瞰して、まあ、こういうところに検査されるなっていうので投資する仕事っていう、まあ、一応2つの側面で仕事をしています。ちなみに言うと多分大前提としてちょっとあるのが、まあ、アンリさんみたいなシード期の、まあ、ベンチャーキャピタルというか投資家であれ、いわゆるベンチャーキャピタルであれ、投資を受けるっていうことがなんかいけてるというこうなんかお墨付きとか多分保証でも何でもなくて、なんか自分たちがやりたいことがあって、それに一番適したお金の調達方法でそれはやればいいっていう形だと思うので、多分なんか大前提のお題設定としてなんか VC のお金は VR で作ろうかみたいな感じになってるんですけど、なんか必ずしも実は VR をまあファイナンスする上でVC からお金引っ張らなくてもいいんじゃないみたいな話も実はあったりするなっていうのはあって、なんか必ずしも僕らがなんか VC のお金がつきにくいって言ったからってやってることに意味がないとかいけてないとかっていうことでは決してないっていうのは、はい、大前提としてお伝えしたいなっていうのはあります。はいはい、早速1枚スライドを振ってもらってですね、これこの次のスライドってなんていうんですか、ちょっと、なんとなく VR 分野の投資って今どう考えてますかみたいなことを、話してもらいたいんですけど、僕から言ってもいいですかね。ですね、VR の、市場ってすごい面白いなと思っていて、まあ、ベンチャーキャピタルっていろんな産業に投資をしているので、僕は印刷屋さんとかですね、決済屋さんとか女性向けのメディアとかいろんな産業にバラバラに投資をしているんですけど、その中でもやっぱり2014年、15年ぐらいからやっぱり VR の市場はすごく熱くなってきたなっていうのは、自分の投資家としてやったのをすごく感じます。で、僕は、実績としては、ハコスコさんを、応援させてもらってるんですけど、僕としてはかなり、興味がある市場です。で、まあ、アメリカがやっぱりすごい先行していて、まあ、ここにいる方は皆さんご存じの通り、オキラスが、20億ドルで、買収されたのが2013年でしたね。で、まあ、その頃からまあ、いわゆるこうファンドの世界でも VR ってすごいことになるんじゃないかっていう話を、されます。特になんですごいこう注目されているかというと、 Facebook みたいな、多分ここにいる方もまだそんなにこう点と点がつながってないそのソーシャルネットワークと VR みたいなのが多分彼らからすると絶対つながっていくみたいなことを、まあ、企業側がどんどん提示して M&A とかを始めたのがすごい一つの大きいテーマの始まりだったかなと思ってます。で、まあ、アメリカの事例だとこれ1枚スライドめくってもらっていいですか。これ、ですね、VR ランドスケープっていうビデオが出てくるんですけど、 VR の、会社はですね、どれぐらいお金を集めてますかっていう図でですね、これは VR ランドスケープググってください。ちっちゃいんで、で、今ですね、2015年で、400億円ぐらい、2015年で400億円ぐらいのお金がこう VR で一旗上げるぞっていう会社に集まってるらしいと。で、まあ、VR の中で多分一番お金が集まってるのがですね、ご存知の方多いかもしれないですけど、マジックリップご存知の方いらっしゃいますか。やっぱりもう常識ですね、この業界の中で。マジックリープが、今600億円ぐらいお金を集めているらしいです。まあ、600億円何に使うかよくわからないですけど、まあ、創業の時から、Google がいきなり100億単位投資するみたいな、まあ、何かすごいことをやっているらしいというようなことが、起こっていますと。で、本当にですね、まあ、やっぱり HMD の、まあインフラの部分から、まあ、コンテンツっぽいものからアプリケーションまで、まあ、本当にいろんなものがバラバラ出てきて、まあ、ベンチャーキャピタルの人たちが面白くてですね、これ8割ぐらい作れるんですよ。でもたまにオキラスみたいな
この中からいろんなものが出てくるような、変人が見てる感じですかね。あのそういう意味で言うと、アンリさんが投資をしているのシードの段階ってもう8割死ぬところから多分下手すると 99% 死ぬみたいな世界でシードの投資って本当に、まあ、その代わりハイリスクハイリターンでめちゃくちゃ当たったらすごいみたいな感じで入っていくので、結構 US だと400億年間動いてるとはいえ多分ほとんどがシードのところがまだ多いっていうのが実情かなと思ってまして、まあ、その後の、いわゆる僕らみたいなクラシックベンチャーキャピタルみたいなそのシリーズ以降の人たちが乗るっていうのは本当にこの中のごく一部ですし、そういう意味で言うとですね、普通のベンチャーに比べて VR をはじめとする技術系のベンチャーってちょっと難しさが一段あると思ってます。普通のベンチャーだとまずサービスを出してサービスがユーザーに受けるかっていうサービスモデルのプルーブみたいな話があって、その次にそのサービスが盛り上がっているだけじゃなくて本当にお金をユーザーが払ってくれるのかっていうマネタイズのモデルのグループみたいなので2段階で済むんですけれども、技術系のベンチャー VR とかするのって最初に技術のグループをしなきゃいけないっていうところが出てきて、まあ、R&D の R に近いようなフェーズが結構長いしお金がかかってしまうっていう状況があるので、いかにそこの R のフェーズをアメリカみたいに R のフェーズでも外部のベンチャーキャピタルからお金が作るとかってであればうまく調達してできるか、もしくは日本の場合だとなかなかそこでオフ単位のお金がつきにくいとかっていうのがあるんだったら、うまくその企業の研究所の中でそれをやってしまうとか、もしくは大学の研究室でお金をもらいながらそれを証明していざ本当にコマーシャル化する商用化するっていうところが見えてきた段階で、ベンチャーとして法人化してそこでベンチャーキャピタルからお金を調達するみたいなのが、まあ僕らみたいなフェーズの人からすると、そういうベンチャーの方がうまくやれるんじゃないっていうところと、そこのそういう形のフェーズの方が僕らとしても乗りやすいっていうのはありますね。そういう意味で言うと、ベンチャーキャピタルの本当に投資って2歩先で投資しすぎると早すぎて失敗する、1歩先がちょうどいいみたいなところもあるんで、若干日本だけ見てるとまだシリーズ A 以降の投資としては早いかな、シード期の投資が入っていて、その中から選別が進んでいって、その本当に技術とか、もしくはサービスモデルのプルーブの引き出しが見えてくるところが出てきたときに、ポンって投資するっていう感じになってくるかなと思ってます。さすが、プルーブ人なので、甘い言葉は言いません。誰にも出すよとか言わないですけど、僕、比較的誰にも出します。それはで住んでるゆるゆるです、はい、世界で、例えばこれアメリカがやっぱり中心になるんですね。で例えば今同じようにホットって言われるビットコインとかドローンとかの市場もほとんど全部アメリカのものになります。で、多分アメリカこれの図の、3倍ぐらいのスタートアップなんですけれど、多分日本でいわゆる資金調達をしているスタートアップって VR だと3、4社多分コスコさんとか入れても3、4社だと思ってますので、僕は単純に、VR ってっコンテンツ産業とか、そういうものと紐づいて一緒に大きくなるものなので、世界中のコンテンツ産業の日からしても普通に日本ではもっと VR のスタッフがもっとあるべきだなと思っていて、それが何かわからないですけど何がしかの挑戦は絶対に重要かな。ただツンデレっぽいことを僕も言うと、基本的にさっき言ったみたいな感じなんですけど、なんか質問 の設定されたところで時期尚早かみたいな感じが書いてあったんですけど、市場全体が時期尚早かどうかって実はあんま関係ないと思っていて、市場全体が早すぎても実は得意点の一社に自分がなればよくて、自分のところだけ先んじてなんかその商用化する目処が立ってたりしたらもう人より先にそれを引いてつけられるアドバンテージめっちゃでかいんで、僕ら VC としても周りの市場がどうかとか関係なくこの会社はもうそのフェーズに達してるからポンと投資しちゃうべって、あんまり市場全体がどうかっていうのって気にしなくていいのかなって思います。技術っていうところで言うともうほぼ確立されてきていて、なんかその使いこなし系の技術までプラットフォーム、オキラスみたいなプラットフォームがあって VR 共有
をもう解決して、なんか、NT とかのミドルウェアとかも出てきたみたいな話で、もう技術はもうかなり使い勝手がいいものになっていくので、あとはいかに本当にお金の流れを呼び込める、世の中が困っていることでも、世の中に対して新しい価値を生み出せる、マーケット側のこの技術を当て込むアプリケーション先を見つけてくることかなと思っています。ちょうどその辺の話題が今、次の話題というか、これの次の開発者が VC から投資を引かすにはどうすればいいかっていうのを聞かせてますけど、そう、またステージによって違うから、アミさんがシードで何を求めるのか。そうですね、大体でも、VR の分野は大体一人の多分技術者とかクリエイターの人がこんなものを作りたいんですよっていうところからスタートだと思っていて、僕みたいに創業期に何か面白いからとりあえずこれなんかとりあえず人に見せる形まで作ってみようよ、だから500万円とか、じゃあ1000万円とりあえず渡しますっていうような、仕事の人間からするととりあえず世界でまだ誰も見たことがないだろうものを作ろうとしています。でしかも、僕のイメージだと3年後から5年後ぐらいに、普通の人に理解されるってことは、2、3年後ぐらいに、業界の中で あれは新しいねって言われると、さらに言うと、この場で今 VRC の場でプレゼンしてもほとんどが賛同を得られないぐらいぶっ飛んだことを考えれるぐらいが多分いい。今だと2020年ぐらいに普通の人が、あ、これはすごいねって言ってくれるぐらいのものを考えて持ってきてもらえると、僕のような目線からすると、あ、確かにそれは完成確率は 1% ぐらいかもしれないけれど、成功したら確かにそれは世界で初めてだねと。でやっぱり1年後2年後にみんながすごいっていうものは大体もうみんなすぐにできるんですよね。で、1年後2年後にできるものっていうのは比較的もう読めるので、それはもうすでにお金があったりする会社とかささっと作ってしまったら僕らは立てないので、まあ、5年後とかに向かって一直線に作るっていうのが普通だなと思って、まあ、そういうものを持ってこないと僕は、あ、なるほど。で、それに対して、それを本当に、作れるぐらいの、まあ、情熱があるのかっていうのが、まあ、5年間人に褒められないでですね、仕事をするって結構研究者とか大学的にご存知かと思うんですけど、5年間くらい人に理解されずに仕事するって結構大変なので、まあ、それができるぐらいのタフな人だったら、僕みたいな性格だったとしては、じゃあそれ一緒に挑戦してみようかというのが言いやすいかなと思います。ぶっ飛んだそのコンセプトモデル的なものがあって、まだマーケットに刺さるパターンがあり、なんか、かじりついてたので、飛びる、はい、なんか、創業者、起業家みたいなのがいるかもしれないですけど、はい、それだけで数百万、1000万とか、こう、なんか他に求めるものとかって。そうですね。やっぱり、ある程度、なんだろうな、必然性のあるバックグラウンドだと嬉しいなと思ってきて、なんだろうな、まあ、バスケットボール選手やってたんですけど、まあ、来年から VR やりますって言われても、そうか、みたいな、確かに背が高いね、みたいな。それはやっぱり難しいんですけど、やっぱり何かしらの点と点があって、ああ、じゃあ確かに、あなたが、まあ、あなたがやるべきだよっていうようなことを言ってくれればいいかな。で、それは必ずしも、なんだろう、いや、ビジネスマンとして15年の経歴がありますとかじゃなくて、で全然なんか、まあ、それこそ、何回ですね。何回とかから始まってても、あ、じゃあそれでも最終的に全部つながりますよね、みたいなのが、2人の中で共通理解ができれば、これ多分アンリさんが入った次の調達のラウンドぐらいで10億から5億ぐらいを投資するみたいなペースになってくるので、もうちょっと形になってるっていうのを求めちゃうっていうのがまあ正直な話ではあるんですけど、多分アンリさんの段階でなんか一度尖ったそのコンセプトのモデルみたいなワーキングプロトみたいなのがあった時に、なんか多分今度そのアンリさんから調達した1000万とかでやるべきことって、それをマーケットに当ててみたときに本当にユーザーに受けるのか、本当にユーザーってお金を払うのかみたいなものをまあ検証だと思って、その過程の中でプロとかどんどんそのバージョンワンと進んでいって、本当に刺さるものになっていく。でいよいよ、お、これってなんかユーザーが受けがいいし、なんか一部のアーリーアドプターがなんか飛びついてキャッキャ言ってるだけじゃなくて、
本当に普通の人がなんかお金払いそうだみたいなのが見えてきて、まあ本当に何だろう、スモールスケールでいいんで、ユーザーに刺さることさえ検証されていれば、それを拡散していく、マーケティングするところっていうのは、まさに僕らのその1億とか5億のお金を使ってやればいいっていう感じなんで、その本当に狙っている市場に刺さるプロトであること、もしくはその狙っている市場そのものが、最終的には、大きな市場で、そこで勝つことによって、まあ、何百億とか1000億みたいな桁の売り上げになる企業価値っていうのが見えていることっていうふうになってきます。で、そこで言うと、なんか冒頭お伝えしたかった VC からファイナンスを受けることが正義じゃないですよね、まさにそこで、なんか VC からのファイナンスって、VC も裏にいる投資家がいて、その人たちにリターンを返さなきゃいけないんで、ある程度、投資リターンを大きく求めてしまう、その10社投資すると2社が8社分カバーして全部リターン出すみたいな話で言うと、アーリーのステージで10倍ぐらいこうリターンを出してくれなきゃっていうのを求めちゃうんで、まあ、それぐらい量的なところで言うと、大きくスケールするっていうのが必須条件になっちゃいますね。ただそこで質的なものをチームとして大事にしているんだったら、別に部品から調達しないって自分たちのお金とか、もしくはその受託とかでやりながら回していけばいいじゃんみたいなのがあるので、そこは多分ね、大きなこう呼び込んだを渡るタイミングかなと思います。その外部のお金を入れるかな、外部のお金が入っちゃうと絶対その外部のお金に対して出口を作らなきゃいけなくて、まあ期待値としては何倍もリターンをする、さらにどっかのタイミングで絶対に売る機会っていうのは作らなきゃいけないっていうことになってくるんで、まあいわば自分の会社の身を切ってそれを渡して、その代わりにお金を調達する、で切った身がどんどんこう外に流通していっちゃうっていう形になるんで、そうまでしてもスケールをさせたいですかみたいな話が結構大事な質問になりますね。でそうなってくると結構僕ら見るのは、さっきのプロダクトがスケールしそうかみたいなところと、研究者一人のチームじゃなくて、ちゃんとビジネスとしてスケールさせられそうなチームになってる、なんかもう何の根拠もないマジックナンバーみたいな話で、3人っていうのは結構あるんですけど、3人ぐらいのチームがいて、例えば VR の基本的な技術であったりプロダクトを作る人がいて、マーケティングに強い人がいて、いわゆる経営に強い人がいてみたいな感じでいて、なんかもうそのスケールしていく、事業組織を作るためのコアとなるメンバーはある程度揃って、両補完しなきゃいけないところも、あともう2人3人ぐらいはもうどんな機能を補完しなきゃいけないかっていうのが見えてるっていうのが、その数億調達するフェーズでは大事になってきますね。ベンチャーキャピタルって結構でも便利なものだとは思っていて、お金も別にもらえなくてもですね、何かのプロジェクトがものすごい勢いで大きくなるためには何をすればいいかみたいなノウハウを、今高宮さんがおっしゃったみたいに、そういう3人が必要ですよみたいなですね、そのプロジェクトがすごくスピードを上げるためには何が必要か、その時何が落とし穴になるかっていうのをいっぱい見てる仕事なんで、あとカジュラにとりあえず相談をもらえる中、いいかな、あと3分ですね、はい、そうそう、で今のカジュラルの相談ってすごい大事だと思ってて、結構その普段なかなか起業家、特に VR の実写の方々とベンチャーキャスターに接点ないじゃないですか。ベンチャーキャピタルが何を期待していて、どういうフェーズになったら本当にお金出してくれるのかみたいなのは、助走期間長くこう期待値をお互いにすり合わせながら、ここまで来たらぜひやりましょうみたいな理由をしておくっていうのはすごい大事かなって。なんとなく知り合っててとか、多分高宮さんも多分知り合って5年目で出社してもらってるとか、僕も多分李先生が5、6年目で、一緒に、まあ、全くよく分からないきっかけで知り合いになりましたけど、はい、だったりしてるので、とりあえず知り合ってて定期的になんか進捗を共有するとかのために使う便利なロジぐらいで使えばいいんじゃないかなと。そうで、そもそもこういうことやりたいんですけど、それって VC ファイナンスに適してますかね、いやそれ自分で手金でやったほうがいいんじゃないみたいな話もよくある相談で、別に僕らそういう早めの段階の相談に乗るのも仕事の一つなので、それが仕事なんで、僕らどんどん来てもらった方が嬉しいですよっていうアピールです、はい、で、あとなんとなくさっき高宮さんとも話して思ったんですけど、厳選なる
1分前です。あ、わかりました。シリコンバレーに来るお金の100分の1ぐらいしか来ないんです。どんな産業も100分の1ぐらいしか来ないので、単純なお金集めだけでいくんだったら正直シリコンバレー目指すっていうのも一つの手かもしれません。ただ、まあ、日本の中でやっぱりちゃんとやっていくんだったら、まあ、こういう場って素晴らしいと思ってて、企業の方もクリエイターの方もエンジニアの方もいっぱいいるので、まあ、そういうところでコラボレーションしながらやっていくみたいな方法がシリコンバレーと普通に母子戦うには、まあ、必要なんだろうなと思っていて、こういう場に来てる人同士が、まあ、もっと会話していった方が新しいものが生まれて、やっぱりシリコンバレーと単純なコラボレーションというのはなかなか難しいので、まあ、そういうところから突破口出るんじゃないかな。そうですね、本当に技術者に相談するとビジネス側の人とどうやって知り合うんですかとか、ビジネス側の人とエンジニアとどうやって知り合うんですかってよく聞くんですが、こういう場の中でまさにだからミートアップしてチームを作って大きく目指すっていうのはいいんじゃないかなと、お後がよろしいかと思います。つまり結論からすると頑張ろうっていう。はい、皆さんこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。